さあまた鮮度前戻ってきた。これをあっちの信号出といた方がいいか。あ、ちなみに今のところは木の畑水波っていうのが店名なんですね。あ、このまま沿線に歩いてたら最短で行けそうだな。ここをあ、こっちから行けるみたい。多分商業施設とかなんもなさそうですけど、まあストンと行けるならいいじゃないですか。川の沿いを行けるのかな、こっちの道、こっちは伸びたのかな。あ、こんにちは。へえ、あの季節本当に綺麗でしたね。またホームページ貼っておきます。そういうところなんとなく喋ったところとか基本あの概要欄にねホームページねとかがあったらちゃんとね貼っておきますんでね、ぜひ概要欄もね見てもらえたらと思います。昔はね全部の動画にね一個一個小話みたいなのを書いてた時期もありましたけど、最近はもう そんな余裕ね。いや、12月1日5本トークどうやろうな、厳しいぞこれ。週末に頑張って10本作っても2日分ですからね。ああ、で引きこもってへいへい、ね、やらないといけないところ秋晴れでねこんなんだからってね出かけまくってるから余計にまだそれだから気取り出て、ああ、まあといってももう昨日と先週はもうカメラ回してないですけどね、もう回したところで、うん、もう上げとれんっていうのでね、あの違った写真あったら出しときます。もうポンポンポン行ったよって、忘れて何もやってなさそう。また電車走ってるよ。もうどんどん抜かれてて、もう手上げてへいって止めたいですね。ね、止まってくれないですかね、電車さん。ここでちょっと途中停車してピャッと乗せてくれませんかね。あれか、線路の中に入って手振ったら止まるかってね、絶対やっちゃダメですからね。あ、でもこっちは舗装されてるんだ。どんどん電車が行くよ。でもここら辺まで来たら何かしらバスかなんか走っててもいいんだけどな。来たら乗るよ。おっと、おお、しまった、道行けばよかった。随宝食品、随随あ、川遊びもしてた。あれは何なんだろう、プロポリス、プロポリス、なんだろう。あ、向こう側に小施設があるとかなったけど、言うてそんなに商業施設がパッとね見える感じでもないんで、まあこっちで最短ルートの方がいいでしょう。まあ今更引き返してないですしね、こんだけ川があるから。へえ、あそこには宇佐美もある。それガソリンって中身もすっかり忘れとった。どれくらいまで粘るのかな。ダマ氷だったら最悪ちょっと休める場所あるか。あ、別に岡崎もあるし、別に東海道線に出てしまえば何かしらありますからね。まあ、今回この後行くところはそんなに列車の本数ね、さっきも言いましたけど、どっかで列車の本数はありますからね。
ここは何なんだ、工場なんかなんかかなと思ったら、あ、違うな、なんか遊具とかある公園、え、こんなとこに公園あるんですか、公園っぽいかな、ん、公園なのか、何なんだ、あ、じゃなくてこれ幼稚園かなんかか、あ、幼稚園っぽいね、へえ、うん、今日私立幼稚園、あ、幼稚園か、へえ、お、いる、おお、ああ、あ、でそこは小学校か、学校が川沿いにちょろちょろって学校があるんだね、へえ、幼稚園とあれがもう一緒にあるんだ、ああ、少年野球、ん、なるほど、へえ、いや、いい、いい昼下がりじゃないですか、昼下がりじゃない、まだお昼前か、じゃあ小学校の遊具っぽくなってるもんな、うん、さっきのところは遊具の感じがね、あ、ちょっと違和感がありましたけど、幼稚園用だってなったらね、納得ですね、うん、小学校とかがこうあるからパトカーもこう巡回路になってんだな、なるほどね、それかあれでしょうね、さっきなんか監視カメラとかあったら、おい、なんかカメラ持った怪しい おっさんが小学校とかある方になんか歩いてとるぞ、ちょっと不審者っぽいからとか、不審者やからちょっとパトカー走らせろっていう無線が飛び交ったのかもしれませんね、だとしたら岐阜県警は正しい仕事してますね、うん、この辺りにね、こんなねカメラ持ってね、フラッとしてるねおっさんが一人いたらね、うん、それは怪しい、間違いない、で、この辺はゾーン30になってんだ、おっと、あ、さっきのか、